今日はありがとうございました。このアウェイクを受ける前の精神状態なんですけれども、ライターとして頑張っている今現在の自分と現実のシューメントってやっぱりすごいプレッシャーを感じていて、笑顔でいつも頑張りたいと思っているのにいつの間にか頑張れちゃったっていうふうにすごい肩に力が入っていてっていう状態が結構辛かったことがありました。その理由ですね、私自身がかなりプレッシャーに弱いっていうところと、あと結構何でも自分で抱え込みしすぎてしまう点が多かったのと、あと自分の思いとか夢とかそういうのをたくさん思っていたよりもシェアできてないっていうことが今回のアウェイクを受けて感じました。感じたことなんですが、川本さんがおっしゃってくださった今は人を喜ばせてる時間だという言葉がすごく印象的でした。それまで早く結果を出さなきゃと自分自身かなり気が張っていたっていうところがあって、ふっと肩の力が少し抜けた感じがしました。まずどうやったら喜んでもらえるかということをまず念頭に置いて考えて行動していきたいと思います。川本さんに対する印象なんですが、今まで何人かの方にお会いしてはいたんですけれども、またちょっと違ってすごく人の悩みを親身に理解しようとしていい方向に持っていこうっていう気持ちがすごい伝わってきました。ね、アウェイクプログラムなんですが、川本さんご自身がものすごく話しやすい、毎日とても話しやすい方なので、今現在悩んでる方とか迷ってる方とか、私のようにもかなり半分に力が入って頑張りすぎな人とか、そういう人にものすごくおすすめです。ありがとうございました。